2008年のインディアナポリスグランプリはロードレース世界選手権の2008年シーズン第14戦として9月12日から14日までアメリカ合衆国インディアナ州のインディアナポリスモータースピードウェイでこの年初めて開催された1909年に IMS が開業して以来史上初めてのメジャーなオートバイレースイベントとなったすでに ラグナセカでアメリカ GP が開催されており、合衆国で初めてとなる1年に複数回の GP 開催となった。また、ラグナセカとは異なり 125cc、250cc クラスも開催される。両クラスの北米での開催は1994年以来となった。2000年から2007年まで同地で開催された、会一アメリカ GP と同様、 オーバルトラックとインフィールドセクションを組み合わせたコースを使用するが、回一とは若干レイアウトが異なる。コースレイアウトについての詳細は、インディアナポリスグランプリの記事を参照のこと。この年のイベントは、インディアナ州に近づきつつあったハリケーンアイクの影響を強く受けることになった。決勝日の天候は曇りで肌寒く、レースが行われる。 時間の降水確率は100%となっていた。125cc クラスの決勝は、ドライコンディションでのスタートとなった。ポールポジションのポールエスパルガロが、スタートからレースをリードしていたが、10周目には、ニコラス・テロルがトップをダッシュする。17周目には、エスパルガロが再逆転し、トップに立ったが、その直後に、雨が降り始め赤旗中断。予定周回数の2、 3を消化していたためフルポイントで、レース成立、ただし規定により、中止一周前の16周目時点の順位が採用されたため、テロルがグランプリ初優勝を遂げることとなった。チャンピオン争いでは、ランキング2位のシモーネコルシが7位、ポイントリーダーのマイクディメッリオは10位に終わり、両者のポイント差は25に詰まった。続いて13時15分に250。 CC クラス決勝が開催される予定だったが、悪天候のためモートジッピークラス後の16時30分に順延された。その後天候が少し回復し、15時には予定通りモートジッピークラスの決勝がスタートとなった。小雨だがヘビーウェットの路面状況の中、これまで苦戦が続いていたニッキー・ヘイデンがレースをリードしていたが、14周目には ポイントリーダーのバレンティーノ・ロッシュがトップに立った。その後、風雨が強くなったため、21周目に赤旗が、ケージ、20周目の順位をもって、レース成立となり、ロッシュが4連勝、シーズン7勝目を挙げ、2位、ヘイデン、3位、ホルヘロ連祖と続いた。ランキング2位のケイシー・ストーナーは4位に終わり、ロッシュとのポイント差は87に広がった。 グランプリ3回目のスポット参戦となったベンスピーズは6位に入賞。このレースからタイヤをブリジストンに変更した、ダニペドロサは8位に終わった。その後強風が収まることはなく、順延されていた 250cc クラス決勝は結局中止となった。ありがとうございます。